皆さんこんにちは、ペソでございます。ファイアーブレモーションなどを続きやっていきましょう。さてさて、はい、応援ね。剣を持ってないからね。はい、待機です扉はまだまだね。アベル、どうして君が、君が国を裏切るなんて僕には信じられない。マルス様、許してください。エストが囚われて戦わねば殺される。しかし王子にお会いした以上もう無理だ、戦えない。エスト、すまない、許してくれ。はい、ということで、アベルさんであれはちょっとナイトキラー使うのはもったいないんで、ちょっとここで待機しましょう。はい、で、こっちですね。で、エッソさんを逃がしましょう。なんせ武器も何も持てないからね。ジェネラルなんでね、アーマーキラーでいきましょう。ドーン。近づいてくるよね、あんまりやりすぎるとね。うん、さあターンし、
これで、あの盗賊どもが、あ、逃げた逃げた逃げた。情報収集でね、ちょっとかけときましょう。はい。城内を守っている傭兵隊は茜家切手の精鋭揃い。敵にしとくのがもったいないよ。味方になってくれたらな。これでターン終了。経験値稼ぎね。来た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 。
あ、上からもね。ああ、こっちじゃないな。はあ、うん、タネのやりね。あ、ちょっと待って。うん。か、うん、安く買えばよかったと思ってね、ちょっと今後悔してるんですけどね。こちらがどこまで来れるかやね。ああ、ここまで来るんだ。うん、こんな感じですかね。はい、ではターン進めましょうか。何体ぐらい来るのかな。ああ、そういうことか。エストさん狙いかな。あ、しまった。手やり持ってなかったから。わあ、めんどくさいなこれ。
ああ、銀の剣ね。で、安いのでね、鋼の槍を。まあこんな感じかな。マルスは、マルス君はそうですね、売れるもんがないんで。ちょっと情報収集しておきましょう。この辺りには敵のスパイがいるんだ。気をつけなと。砦から奴らが出てくるぞと。ほうほう。とりあえずこんだけ買っときましょう。こっちはでもね、
あ、そうだ、ちょっとターン来ましたんでね、今回はここで終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。では、さよなら。